ただいま。いい子にしてた。あれ？ねえ、今、携帯触ってたよな。何してた？俺言ったよな。俺の許可なく携帯に触るの禁止だって。約束破ったのか。がっかりだ。俺が浮気？バカ言うなよ。俺、お前以外に興味ないから。そんなに信用できない。なんで？ねえ、なんで？なんで？なんで？なんで俺のことが信用できない？なんでだよ、なあ。俺、お前に愛されるためにいっぱい努力したよな。お休みの中だって毎日欠かさず、ご飯は一粒も残さずあんしてるし、デート中は片時も離れず手をつないで、風呂では全部洗ってあげてるし、なんで、それでなんで俺が信用できない？こんなに尽くしてるのに、どうしてお前は俺のこと疑うんだよ。どう考えてもおかしいだろ。な、なんでだよ。ごめん。責めたわけじゃない。ごめんな。俺だって、本当はこんなことしたくない。だけど、お前があんまりわからずやだから。悪かった。ごめんな。すっごく傷ついたんだ、俺も。なあ、優しく抱きしめさせてくれよ。やっぱり落ち着く。お前以外のやつなんて考えられない。これだけは信じてほしい。友達付き合いだってできる限り少なくするから、お前とこうして触れ合う時間の方が大事だから。お前は俺の宝物だから。変かな。いくらお前が別れずやでも、それぐらいは分かってくれるよな。な、常識だよな。それじゃあ、改めて質問。携帯に触るときは？そう、俺の前で触る。俺のいないときは、触るの禁止。分かった。俺がいかにお前のことだけを考えて行動してるか、これで理解してもらったかな。それじゃあ、仲直りの記念に、これ、あげる。これから、お前だけのことを愛し続けるから、どんなことがあっても、絶対に。お前と過ごす時間だけが、俺にとって大切だから。だから、お前も、俺だけを見ててな。わかった。